今回はロングレイヤーの裏技カットとブリーチ履歴があるところをブリーチを使わずにカラーでつなげていきます。こちらはビフォーアフターの状態です。フロントの方で基本的に長さを決めます。理由としては基本的に前にしていることが多いので前で決めますね。前髪をサイドチェンジというカット方法を使いながら反対側にオーバーダイレクションさせてカットしていきます。人それぞれ頭の形がありますので、その頭の形を利用するような感じですね。なので何が違うかというと、柔らかいレイヤーのカットラインが作れるんですね。それで僕はサイドチェンジという技を結構使います。よく縦で引き出してえぐってチョップカットしてることをよく見るんですが、それよりもですね、サイドチェンジをしながらカットした方が丸さがあるレイヤーのカットラインが作れます。その人の頭の形が利用できますので、それによって柔らかい質感ができますね。この辺は動かしながらカットすることによって、より丸いライン、動きがあるラインが作れます。これはギザギザにとって、これも、サイドチェンジを使ってるんですが、反対側に移行することによってトップだけ少しレイヤーの角度が強く入れることができます。これはえぐるよりもより丸いんですけどつながってるような、なかなか難しいカットラインがサイドチェンジで作ることが可能になります。今回ライトナーを使って塗布量をですね、かなり根元の方を多めに塗布をして、根元5ミリぐらいは開けております。これで根元をリフトさせていって、ブリーチ部分をトーンダウンさせていくような感じですね。これでブリーチ履歴のところを無理やりですがつないでいきます。今回はブルーアッシュ使っておりますね。パレットを使うことによってしっかり根元に薬がたまります。このようにもうブリーチ履歴がわからないぐらいに綺麗につながっていきます。はい、スタイリングは、バームオイルとちょっとハードスプレーを使ってますね。合わせて1対1で手の上で混ぜてます。こちらがアフターの状態ですね。ふんわり柔らかい質感がサイドチェンジカットによって作ることが可能です。韓国風のスタイルもこういう風にサイドチェンジを使うことによって可能になります。